はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。さあ始めようの回でトーンコントロールやりましたね。まあここに出ているようにですね、この上のボリュームと下のボリュームを、まあ、シミュレーションの中で動かすと、まあ、こんな風にですね、周波数の応答が変わるという風な、まあ、そういうことですよね。まあ、以前にも話しましたけども、まあ、子どもの頃はですね、こういうキットを買ってきて、まあ、実際にアンプにつなげてですね、音が変わることだけを楽しんで、まあ、とても面白いんですけどね、まあ、そうやって過ごしたこともあるわけですけども、まあ、今はですね、まあ、こういうツールを使ってなんでそんな風なことができるのかとか、まあ、場合によってはですね、もっといい設定ないのかとか、まあ、そういったことを自分でトライできる、これ素晴らしいですよね。まあ、さてこちらのこの回路、まあ、どうしてこんな風な特性が得られるのか、まあ、それざっくり説明していきたいと思います。まあ、この回路はですね、この上側の低域側の回路と、まあ、下側の高域側の回路に、まあ、分かれているわけですね。まあ、そしてそれをですね、この後ろのオプアンプで、まあ、増強しているというんでしょうかね、フォローしているような形になるわけです。まあ、ですからその回路の主眼はですね、この四角い部分なんですね。まあ、この四角の部分を拡大しましたけども、まあ、これでですね、なぜこの右側のような特性になるのか、まあ、今一つピンとこないかなって思ったりするわけなんですけども、まあ、それらを理解するためにまずこの回路を2つ分割してみたいと思うんですね。つまりこちらの低域側の回路とこちらの高域側の回路というふうなことですね。まあ、まずこのようにですね、低域側の回路だけを取り出します。つまりここにあった高域側の回路をこう削除しちゃったわけですね。まあ、そうすると回路的には割とまあシンプルな感じに見えますよね。まあ、そしてこの際だからこのコンデンサーもこちらのコンデンサーもないもんだというふうに考えてみましょうか。まあ、そうするとこれってどういう形かというと、まあ、反転入力のオプアンプの回路なんですよね。まあ、この真ん中の抵抗が50キロオームなので、これタップが真ん中にあったとしたら両サイド25キロずつ、そうするとこちらの5キロとこちらの5キロを足して、まあ、30キロ30キロっていう風な形の、まあ、反転増幅回路で、しかもですね、こちら側の抵抗値とこちら側の抵抗値がまあ一致するわけですよね。ここタップが真ん中ですと。ということはこれは増幅率1の反転増幅アンプというふうなことになるわけですね。まあ、そしてそこにこのようにコンデンサーが入っているわけですね。まあ、それでこのタップの位置がですね、一番こちら側にあったとします。ここですね、このような形でタップの位置だったとしますね。まあ、そう考えますとね、ここの間抵抗がないわけですから、このコンデンサー意味ないですよね。もうここでショートされちゃっているわけですから、回路的にはこんな形の回路で、ここが50キロ、まあ、5キロ、50キロ、5キロに対して0.068マイクロファラッドのコンデンサーがついているというふうな形ですよね。まあ、この時このコンデンサーはこの抵抗に並列につながっているということになりますよね。まあ、このようにですね、抵抗のタップ点が一番こちらにある時にはこのコンデンサーはもう意味がありません。まあ、そうするとこんな回路でですね、 R1 と、まあ、そしてここのボリューム50キロがあって、まあ、そこにですね、この C2 のコンデンサーがこのように並列につながって R4 に行ってて、まあ、それがオペアンプにつながっているという、まあ、こんな回路になるわけですね。
まあ、回路的に見てですね、こんな風にフィードバックになっている抵抗にですね、コンデンサーがついているっていう風な形になると、これ、まあ、周波数によって増幅率が変わるっていうのは、まあ、今までいろんな回路を見ててなんかピーンときますよね。まあ、こういった時のこのコンデンサー、これは交流の信号から見ると、まあ、抵抗だというふうに考えるわけですね。まあ、その抵抗は交流の周波数によって違うわけです。もちろんコンデンサーですから周波数が高くなればなるほど抵抗値は下がります。そうするとこの抵抗とこの抵抗、まあ、並列につながっているわけですから、この2つの総合抵抗はどうなるかというと、まあ、どんどん小さくなるわけですね。まあ、それでこのタップ点がですね、一番左の方によりますと、このフィードバックの抵抗、こちらの総合抵抗ですね、まあ、こちらの総合抵抗は50キロプラス5キロで、まあ、55キロというふうになりますけれども、この50キロのところにコンデンサーがついているので、まあ、周波数によってこの50キロは変わって見えますよということになるわけです。まあ、そして周波数が低いところではこのコンデンサーの抵抗値は大きいということになりますと、ここは50キロのままだということで、ここが5キロですから、この反転増幅回路はですね、結構大きな増幅率をまあ持つことになるわけですよね。まあ、最終的にこのコンデンサーが高い周波数で、まあ、5キロとか1キロとかもっとちっちゃな数百オームになるとですね、もうこの50キロは意味を持たなくなってしまうわけですね。でそうなるとどうなるかというと、この5キロとこの5キロの抵抗になりますから、当然抵抗1対1なので、この回路全体としては増幅率1に近くなるわけですよ。ということは、ここに入ってくる信号が低い周波数の時には増幅率がとても高くて、高い周波数になるにつれてどんどん増幅率が低くなって、うーんと高い周波数のところでは増幅率は1になるというふうな、まあ、そんな回路になるわけなんですね。まあ、それではその状態をちょっとシミュレーションで確認してみましょうか。このタップ点を一番端っこに移すにはどうすればいいかと言いますと、このパラメーターですね、ここにあるバスというパラメーターを一番大きくすればいいんですね。まあ、小さい時このタップ10はこの右側にあるわけですから、まあ、1ってやってもいいんですけどね、 0.9 ぐらいで止めておきましょうかね。まあ、それでこの状態でシミュレーションしてみます。まあ、こんな風なグラフの結果が出ますね。でここに赤い線のところにですね、ゲイン1、つまり0デシベルの線をこう置いたわけなんですね。でこの結果、出力の結果がですね、低い周波数の時には1よりずっと大きい増幅率で、まあ、そしてあるところまで来るとですね、1に戻ってしまうというふうな、まあ、そんな特性を示しているわけですね。まあ、先ほど説明しながら考えてきた通りの状況が起こるわけです。では逆にですね、このタップ点をこちら側に近くしたとき、まあ、そうするとどういうふうになるかと言いますとですね、まあ、先ほどと同じようにこちらに絵を描きますと、まあ、このタップ点が一番こっちに寄っているわけですから、もうこのコンデンサーはショートされていてないに等しいということになりますよね。まあ、そうしますとですね、このコンデンサーとこの抵抗で、まあ、こんなような形で書き換えることができると思うんですよ。まあ、これはまた先ほどの説明と同じでいいですよね。これフィードバックの抵抗がこちら側ですね。でシリーズについている抵抗がこちら側、オピアンプの入力のこのラインに対して、ここが分岐点になるわけですね。まあ、そして周波数がうんと低いときはこのコンデンサーは抵抗値が上がります。上の方に上がるわけですね、周波数が低いとですね。まあ、そうしますとですね、この50キロの方が目立つわけですから、ここ足してですね、55キロと5キロというふうな、まあ、そういうフィードバック抵抗の比率になって、ゲインは随分小さくなるわけですね。まあ、1対1の5キロ5キロに対してここに50キロが入るわけですから、ずっと小さくなってしまうわけですね。
まあ、そして逆に周波数が高くなるとここのコンデンサーの抵抗値はこう下がるわけですね。そうするとこの抵抗値、コンデンサーと抵抗のパラになりますから、全体としては小さくなるわけですね。まあ、十分小さくなったとすると、この回路は5キロを5キロという、まあ、そういう回路になるわけですから、まあ、ここフィードバックとシリーズの抵抗が同じ値だとすると、この反転増幅回路ゲインは1ですね。つまり1になるわけです。まあ、これも確認してみましょうか。まあ、この状態からどうすればいいかというと、このタップの位置をですね、 0.9 から 0.1 にしますね。まあ、そしてシミュレーションするわけです。どうでしょう、ゲイン1倍のこの赤い線に対して低い周波数になればなるほどレベルは低くなって、あるところからゲイン1になっていくという、まあ、こんなエンベローブを示すわけです。まあ、先ほどと両方を同時にするために、こちらのステップコマンドを有効にしますね。まあ、こちらのステップコマンドですね、これを有効にします。まあ、そうすると、まあ、こんな風にですね、こう2つバスをブーストした状態、バスを絞った状態という風な形でグラフがプロットされるんですね。まあ、こちらでですね、また低くなるところでこう垂れ下がっているのは、まあ、実はここにコンデンサーがあるためにですね、このコンデンサーの容量ですごく低域のところがこういうふうに落ちているというのが見えているわけですね。まあ、では逆にトレブルだけの回路はどうなのかっていうふうになるわけなんですけども、この回路構成がですね、反転増幅回路で構成されている限りはですね、こちらの抵抗を取り除くことはできないんですよね。これは全体のオプアンプのゲインをきちっと決めている重要な抵抗なんです。